こんにちは、ポロです、今日はですね、リーダーとボスの違いというですね、話をしていきたいと思います。今の時代ですね、リーダーが求められている時代なんですけど、まあ、僕自身もいろんな人の話を聞いていて感じるところがあるんですが、やっぱりですね、こう自分の人生をどう生きていけばいいのかわからないとかね、あるいは、自分の進むべき道がわからない。それはビジネスにおいてもそうだし、人生においてもそうだと思うんですけど、そういったものがわからないっていう人が非常に多いんですよね。みんなこう人生に迷子になっちゃってるというか、そういう人が非常に多いです。なので、自分を導いてくれるですね、リーダーのような存在が必要になるわけですね。まあ、かつて、例えば、20年、30年前っていうのは、ある程度ですね、この進むべき道っていうのは明確だったんですよね。っていうのは、例えば、子供の頃から一生懸命勉強してね、いい大学に入って一流企業に入るみたいな一つの成功パターンがあったわけですけど、もうそれが今ですね、通用しない時代になってきてるわけです。なので、何をすればいいのかわからなくなってる人も非常に多いんですよね。で、昔はですね、まあ、ネットがそんなに発達してなかったので、こう人生の選択肢とかっていうのも少なかったんですね。だから何個かあるうちの1個を選ぶみたいな形だったから、そんなにこう迷いとかってなかったんですけど、今はもう無限にですね、選択肢があるので、数が多すぎると選べないですね、逆に。なんで何をどうすればいいのかわからない。自分が何をすればいいのかわからないっていう人が非常に多いわけです。で、その中で求められるのがリーダーの存在なんですけども、このリーダーという存在はですね、どういうものなのかってことをですね、今回お話していきたいと思います。で、リーダーと似た存在にですね、ボスというものがあります。これはまあ、あくまでも僕の定義というか解釈なんですけど、リーダーとボスって似てますよね。で、何がどう違うのかということです。で、今の時代に求められているのは、リーダーなので、こっちですね。ボスになっちゃダメだってことです。で、リーダーとボスをですね、わかりやすく説明すると、例えばこう、軍隊があった時にですね、リーダー、ちょっとあれですね、なんだろうな、軍隊があったときに、リーダーっていうのは、こちらが敵ですね、まあ、エネミーなんで、いいんでしょうか、敵があって、リーダーっていうのは、ここの人ですね、こう、味方がいっぱいいて、この先頭を立って、率いていく人、リードっていうのは、導くとか、率いるっていう意味じゃないですか。だからリードする人なんですね。前を行く人。この人がリーダーです。先陣切ってよし、ついてこいっていう人がリーダー。で、ボスはどうなるかっていうと、まあ、敵がいて、こう味方軍がいて、ボスっていうのはここですね。リーダーはこっちです。で、ボスはこっち。この軍隊の一番後ろで、よし、お前ら行けって指示を出す人。こっちがボスですね。今はこっちが求められてるんです。自分を率いてくれる人。ただ指示をして、こうしなさいっていう人ではなくてね。こう自分の、なんていうんですかね、こう、姿を見せて、自分を導いてくれるような人。っていうのが求められているわけです。で、このリードってね、さっきも、まあ、先頭を切っていくみたいな話をしたわけですけど、必ずしも、なんていうんですかね、偉い人とかすごい人である必要はないわけですね。リードすればいいわけだから。ボスっていうのは、例えば社会的地位が高いとかね、権威があるとか、そういうようなね、人がなるものですけど、そういう必要はないわけですよ。例えば、自分が何かに挑戦してね、こう失敗して諦めずに、こう挑み続けている姿を見せる。で、それに触発されて、よし、自分たちも行動しようっていうふうになったとしたらですね、まあ、自分の背中を見せることによって、他の人たちをリードしているわけですよね。で、これはリーダーになるわけです。でもその人の社会的地位が高いかとか、ね、権威性があるかといったらそういうわけではないですね。でも今の時代に求められているのはそういう人なんですよ。何かこうね、軍隊の後ろで前ら行けって言ってるような人ではなくて、自分でこう先陣を切って、自分のね、そういういろんな姿を見せて、正しい方向に導いてくれる人が求められていると。で、今はこれが誰でもなれるんですね。普通の人であっても。というのはインターネットがあるから。こうやって情報発信をして、自分がね、まあ、SNS とか YouTube とか、まあ、いろいろありますけど、まあ、それ以外もありますよね。そこでまあフォロワーとかね、っていうこう存在があるわけですから。リードされる人と、まあ、フォローする人がいるわけだから、発信者に回ればですね、誰でもリーダーになることができるわけですよ。
発信する人がいて受信する人がいる。だから発信者になることが一つのリーダーになることなんです。なので自分がこうね、発信者側の立場に立ってやっぱり今フォロワーとしてね生きていくっていうのはちょっと苦しくなってくるんで、まずは小さくてもいいから自分のコミュニティみたいなのを作ってですね、そこのリーダーとして、そのまあフォロワーの人々をですね良い方向に導いていくっていう意識でこうね、活動するのがいいんですね。でそれを実現できるのがインターネットになるわけです。ネットを使えばどんな人でもねリーダーになれますし、そんななんていうんですかね、全ての人にとってのリーダーになる必要ないわけですね。困っている人、あなたを必要としている人もリーダーになれればそれでいいわけです。それが一人でも二人でもねいればそれで十分なわけですね。でその人をいい方向に導いてあげましょうということです。なので、まあ情報発信する時の、ね、一つの考え方みたいなもんなんですけど、ぜひこのね、自分はリーダーとしての存在になって、発信していってね、まあ、その例えばメルマガの読者の人もそうだし、まあ、SNS とかフォロワーの人とかね、まあ、YouTube の視聴者の人もそうですけど、まあ、そういう人たちをこういい方向に導いていくという意識でやると、こう信頼も溜まっていってね、よりこう結束、心の距離が近くなってね、いくので、ぜひまあ一つの考え方みたいなもんですけど、まあ、このねリーダーとボスの違いを明確にしてですね、発信をしていってほしいと思います。